幼虫。これは幼虫にとってそんなちっぽけな存在だったのか。なんかさ、ハーレムもののさ、漫画とかアニメとか多いじゃん、ラブコメの。あ、嫌なんだよね。やっぱ、対漫画よね、対漫画。おい、ナイスボタン。やったー。冗談だからね、のすけ。大丈夫。それ言うために必要ボタンを押したみたいなのがある。やばいな。謝罪ボタン。有権者がある。いや、まあ大丈夫。俺はまあモテるのは自分で知ってるから。いやね、みんな言ってたもんな。寺蔵さん早くスキップをしてもらって。寺蔵さん悪魔の。お願いします。ごめん。投票やめて。ありがとね。モテるのか、ちょっと教えてほしいコツ。まあちゃんと投票行くとか。早寝早起きするとか。早寝早起きとかね。歯磨きするとか。大事。クリームママ。見よう。猫つき見よう。あ、タイマンがいいよな。ハーレム、羨ましいって思ってた時期がありましたけど。まあ別にね、モテなくてもね、別にタイマンで一人いればいいから、別に。別にいいし。別にモテる必要ねえし。え？パイちゃん？あら、はい。あ、先端と脇一緒です。貨物で湧いてます。貨物。はい、それはリンゴも言えます。あ、そうだ、そうだね、3人で湧いて。私が先に抜けちゃったので、わかんないんですが、上に来てた。リンゴちゃん見てました。いや、多分、リンゴ、ちょっと遅脇だったんですけど、先端さん左というか下。覚え芸に行ったんじゃないかなっていう気がしてます。リンゴは金庫のタスクや、貨物の金庫タスクして、レッキ。でも下は扉閉まってなかった。閉まってました、閉まってました。バイトレ歴間です。バイトレ歴間閉まってたんで、覚えてるような口ぶりだね。だが濃厚な人。了解です。あ、今回最終どこなんですか？エレキです。あ、エレキですね。ヨッチュアンはどこ？シャワーのカンカンタスク。中のカンカンじゃなくて、タオルタスクのところです。うん。外カン。この猫好きミオと一緒に。一緒にだかな。中じゃない。そこ僕もいたんだけど。多分アーカイブから来るよっちゃんと入れ替わりで僕アーカイブ入ってて。アーカイブの左側、初号機右に抜けて、ドアが最後アーカイブ閉まって終わったと思います。はい。僕は貨物でタスクした後、診察に戻って終了ですね。はい。今回のすけくんが無理だと思います。貨物側でのシーンだったら一緒にキッチンで湧いて最後まで武器庫一緒にいたんで無理ですお互い。半分で最後どこにいます？僕最後除染からシャワーの奥側のタスクに入ろうとしてました。中でやろうとしてるところです。除染においてメインエンジン宿舎前行かないぐらいで終わりです。はい、8秒なんでそれぐらいだと思います。確かね、アーカイブからよっちゃん来た時にアーカイブのドアってもうすでに閉まってたと思うんですよ。で、自分がシャワーのカンカンタスクやってる時によっちゃんが開けて降りてきただから先端がそれより前に行ってるケースってよっちゃんさん視点でないですよね。トイレタスクをやっているので、でも覚え芸やってから来るんだったら抜かせないそうだけどな。幼虫。これは幼虫にとってそんなちっぽけな存在だったのか。ミジンコイカだっていうのか。寺蔵さんからドア確認してもいいんじゃないでしょうか。はいはい。幼虫にはもちもちのパンを食べてほしいね。こらー、目の前かこれ。寺蔵さん、こらーですよ。え？現行犯ですか？現行犯ですよ。よっちゃんがアーカイブで助けてるところザクッとよ。真横で。僕が停電を貨物で直していますよ。停電は私が直していますよ。バレた。バレた。え？ああ、そうなんだ。嘘ついたのバレた。なんでヨタさん切ったんですか？知りきらなんじゃないですか。うん。時間がなくて、なるほど。やるしかねえってなった。だと思います。本当に目の前で。持ってことしてたんか。ナパイさんは白ですね。そう、占い対象から外してください。なるほど。ああ、じゃあさっきの切るつらさんか。そうです。どうやってやったんですか。じゃあ下に降りてきたってことですか。貨物で覚えがやった後に。え？貨物で手で直しに来たんですね。先端さんの動きです。いやまあ普通に弁当使ってアーカイブで殺しましたけど。ああ。なんでこれ感想戦みたいになってるの？ベラベラ喋ってくれるけど。なんつれこれ。コナンの犯人みたいななんか。いやいっぱい話してくれた。なぜこんなにベラベラ喋っていると思う？え？まさか。時間的にまだ60秒ありますからね。うん、チリキラーですよね。でもなんかそんな40秒もあれなの？なんかお土産とすぐ停電来ましたけど。いやいやお土産？お土産？ヨーコが誰なんかは分かりました。そうだでもなんか別にその40秒も経ってなかった気もするしどうなのね分からない。いやだってもうあからさまに真横で切ってるんですよ。お前らは陽子に怯えながら俺の相方を探すんだよ。ん？滅びろ。自動よしろ。分かってないやついた。てかアーカイブ戻ってきたのか。あ、これスキップ間違えて俺入れちゃってるわ。相方おったわ。相方見つけました。頑張れ。どういう状況だった？バイバイ。ダメださ。バイバイ。ダメだったわ。最近白状すんの早いんだよな。確かに。嘘つくの疲れてんのかななんか。悲しい。俺ものすけが言ってたみたいにドレハンのあれがあると。白状するの楽しいからなドレハン。アモアス疲れ。ドレハンバーカって言って逃げるの楽しい。楽しいよね。わかる。またねーって言いながら。揺れ歩きで行くのがいいんだよな。今からわしめが行ってるぞ。パンくん。終電停電直しました。はい。どこでですか？貨物です。貨物。早かった。うん、私も昇降機右ついた瞬間直った。うん。リンゴさん、展望デッキにいたときに停電になったのに直さなかったんですね。いや、もう行こうとしたらすぐ直りましたよ。あら、そうですか。はい。ダウンロードしてて、終わったときに、はい、直りました。どうぞ。でも、リンゴちゃんは無理だと思う。展望デッキのずっとアップロードしょったから。うん、キルは関係ないと思います。パン君の目撃ってあるんですか？ない。貨物にはいなかった。昨夜メインエンジェ宿舎ミーティングでいなかった。シャワー、アーカイブ、昇降機右はいない。アメさんどうでしたっけ？あ、僕ですか？はい。僕は、キッチンに、砂リンゴと一緒に沸いて、武器庫タスクの上で最後終わりです。ダウンロードやって上のドアを開けて終わりぐらいだよね。ああ、そうですね。だったらまあ。展望デッキで、見合ってるのがのすけさんとのすけくん。はい、そうです。スナップアベレージも見合ってます、最終的に。はいはい。じゃあ、結構左下ではなさそうですね。ゆね作へのローラーでも釣れそうですけどね。確かにね。みおちゃんは現行犯で詰めてるからね。釣れそうだけど、釣って宴会という話だよね、今。そうなんですよね。でも僕、タスク、自慢じゃないけど、3しか終わってないよ。私も自慢ですけど3です。私も自慢。じゃあ自慢でいいんじゃない？自慢じゃねえからなお前ら。ほらしていきます？ほらしていけない。ちなみにもう最終陽子を追い詰めるために使用していいと思うんやけど、のすけシェリフです。そう、強い。それは必要、必要。オッケー、じゃあアベレージ占い師です。強い。で、停電直した市長のシュネさんとスノパイが陽子じゃないなら、そうですね。あれ、これインポスター釣っていいんでしたっけ？ダメ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 ですよね。タスク終わってない。え、だからキツネのタスクが終わってないから、もうキツネのタスクが終わってないんだったらロラしていいよっていう。だからそれから早めなんで。なるほどなるほど。序盤ならいけるのか。うん、大変そうだな。揺れそうだぞこれ。ようこ最後まで潜伏できなくない？逃げられませんね。ねえ、次のサボ直してくださいねとか言われて。死んでしまう。昇降機も直せないんだっけ？全部多分直せないですね。うん。昇降機も直せないのチュラ。チュラいね。だってインポスター勝ちになっちゃう。まあインポスターが占われないためにサボタージュを直すっていう。そっか。ごめんごめん。把握ミスってた。タスク要項が終わってなければいけるんだね。そう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 。インポスター。ちなみにこれどうやって裏なんですか？左下に人がバーって並んでると思うので、タスク中とかに好きなタイミングでポチッてする。行動ターン中にそれを押す。で、占いますね。占う近くになくてよくて、それまでに。それまでにいっぱい一緒にいれば占い。だから左下に光ってる人がいると思うんですけど、この死んでる人、占える対象って死んでる人と、近くに20秒間いた人なんですよね。で、光ってない人は逆に20秒間一緒にいなかった人。なるほど、20秒目いなきゃいけないんだ。20秒もらわなあかんけど、なんていうか、累積やから、累計されるから。はい、わかりました。このターン、タスクめっちゃやってた人が陽子っぽいなとは思うんですけど。右直したんだね。あ、猫好きが右ですね。あ、そう、みおさんが直してるの見てます。左がつなぱい。うん、で、桜屋さんがぬんでこっち来てた。アベレージさんはミーティングにずっと行ってると思う。うん、なんか登り。リンゴさんは真っ先に告白。リンゴさん。コミュと停電待機してました、その後。リンゴさん、一回なんか直してみます。ああ。リンゴさんなんか直してみます。わかりました。リンゴさん左側が左側？エンジンとかキッチンとかさ、なんかまあそれかね、僕切ってあげてもいいけどね。ああ、占してくれよ。ああ、そういうことですね。お前占してあげてじゃん。溜まってないの、阿部さん。溜まってないです。溜まってないんだ、そっか。まあね、でも占って白やったらだいぶでかいから、リンゴさんがね。クルーやったら。それはそうね。そうそうそう。ちなみにこれローラーするんですよね。しない？もうどう？いや、なんかね、そろそろもうちょっと厳しそうよね。タスクがローラー中にタスク終わったら負けちゃうから。うん。最初クルーつって。狐が8終わってなかったらローラーでいいと思うんだけどっていう。そうそうそう。さっきの歌だったらよかったけど、これ。先の歌だったらよかったけど。猶予はあるしね。1インポスター。でも8まだ行ってないんじゃないかな。でもね、その1これ今回作るっつった後、次飲んでたまったら終わりよね。確かに8なら震えてた。震えてたね。震えて眠れ。テリフみたいにやってほしいな、このエンジンのところで公開裏が切ってもいいしな。のすけなら切りそう。いけもうどうしたちょっとタスクの場所が遠かった。ああ、そっか。リセットでちょっと押して。なるほど。はいはいはい。あと1個です。あと1個。あと1個。お前よく。皆さん、本当。何で終わりますか？何で終わりますか？ちなみに。配線。どこの？ああ、ミーティング？ミーティングだったら今回線。違うミーティングじゃない。シャワー。今回どこで湧いた？占いたかったな、リンゴさん。出向者。出向者。宿舎ではクルーの中でみんな嘘つくの下手くそになってない？誰半やりすぎで。っていう自信のある人います？いや、住んでない。俺6、俺6。僕5ですね。4。え、遅くないですか？占してよ。いや、占っていいですよ。シャワーに来てください。次。いかないもうリンゴさん。だってあんた透明から逃げるでしょ。逃げない。透明化って何ですか？ああ、広い系なこと言うな。ここの人間やもんね。どう処理しますか？インポスター。セリフですよね。うん。釣りますか？いや、釣るのは違くないですか？いや、だってまあ占ったらいいんじゃない？阿部くんが。ああ、じゃあメインアーカイブらへんには分けますわ。まあこれはだからリンゴさんが身の潔白をね証明するのに。そうですね。そう。大丈夫かな？リンゴちゃん。いや大丈夫、絶対負けへん。クルーは絶対負けへん。シリアル。お尻に尻尾が見えてるから。え？嘘だった。なんかキツネの尻尾が。可愛いのが。やばい、占い師とシェリフでガン詰めしておる。かわいそう。停電やったらバレちゃうな。来るのか？お、来た。あ、来た。あ、透明化した。あ、解除しちゃった。1秒で解除してしまう。これは切れるのか、どうなるんだろう。お前入ってくるなんじゃ危ない。全然。そうだ。切るか。お、切れた。わあ、すごい。こんな感じ。やったよみんな。ナイス。自殺した。自殺か。ぼーっとしてた。ナイスだよ。呪い殺しました。ナイス。で、僕のちょっと推理をっていうかまあ聞いてほしいんけど、多分しおねさんラストインポスターと思っとって。そうだね。まあ結構ね、リンゴさんとねしおねさんがね合うてないと思う。リンゴさんが結構避けてて多分。インポスターをまあその陽子なんで矢印から遠ざかってるんじゃないかっていう。のすけくんそれだけ？まああとのすけくんそれだけ？僕の体感ヤンデレ執念やっぱ白いよね。需要ありそう。どうしてまあ提案したのがローラー提案者のローラー提案が昨夜さんから私もローラーとは言ってるよ。ああ、じゃあローラーしちゃう？ここでローラーかな。じゃあ昨夜シールのどっちかで黒い方を釣ってきます。そうやね。じゃあみんなが思うで俺が残った方を切るわ。ああ、素晴らしい。オッケー、それでいこう。綺麗にいこう。はい残念でしたね。3になっちゃうかもしれないけど確かにね、ほんまに。あ、全然あるよ。みんなから見たら分からんからね誰が黒い。猫月さん大事ですよ投票。ミノちゃんなんで決まるよこれ。ちなみにスキップに入れとけばあ、確かにそれは一番白いかもしれない。賢いな。でもリンゴさんもうちょっときつねさんといて透けちゃってるよ。めっちゃおもろい。ナイス。いや無理だ。GG。お疲れ様です。まあすごいわかりやすかったな。めちゃくちゃおもろかった。あと1個ですが、もうタスク8の人のね発言が12は終わってないです。かっこいいあれ返してよ。いつ見てもリンゴさんめちゃくちゃ頑張ってタスクしてるから。前らはキツネに怯えながらって話どうなったんだよ。全然怯えてない。すごいねがり。え、アベレージさんの目の前で姿消したんですけど消えてましたか？あ、消えてた。あ、そうなんですね。なんで消えたんだこいつって感じだった。もう溜まってた。無理だと思って。その後殺されてた。消えてる間もクール溜まるってことですかね、じゃあ。消える前にクールが溜まっちゃってたんじゃない？違う？多分いやなんかでもリンゴさん一瞬しか消えてなかったですよね多分。一瞬多分2回タップしちゃったんじゃないかな。あ、多分それ。そうなの。1回タップすると戻るんですか？そう。透明解除になります。キルボタンとして連打しちゃうとね。パンパンって感じでなんか。そう、シッと戻ってきましたから。一瞬全滅して殺されるみたいになるから。一瞬だけ投下してもう一回戻ってきてる。こんにちはって。こんにちはって。これみんな視点消えてるのかなと思って。全然消えてない。視点も透明っぽく見えますよ。そう、めっちゃ透明に見える。やっとね、若いやつ来てくれて。もろかった。